じゃあ開けてみます。はい、また閉めてみましょう。ここの前に来るともうアプリを解除しなくてもスマホ持ってるだけで鍵開くんですね。これがね非常に便利、特に荷物がある時とかもいちいち鍵開けなくていい。こんにちは、戸田悟です。今回はスマホで操作でき、もう操作すらいらないんですけど鍵ですね、デジタルロックというかですね IT 時代のロックですね、サディオロックというですね製品を紹介したいと思います。これがね超便利で価格もかなり下がってますし、僕の会社でもね2週間ほど使い続けてみたんですけれども安定しています。ということでお届けしましょう。今回はこちらサディオロックをですね紹介していきます。まあ見ただけでね分かる方も多いと思うんですけれども、これは何かというとですねスマホで開けられる鍵ですよ。これを今家の鍵にね、今ある家の鍵に取り付けられる製品となっています。でポイントはですね、これまず日本メーカーなんですよ。でさらにセキュリティにですね徹底的に配慮しているということで、セキュリティチップをですねそれぞれのデバイスに搭載してハッキングを防ぐというですね非常にこう安心感のある製品となってるんですが、この手のねやつってまあ海外のメーカーを含めていろいろ出てるんですけど、日本のメーカーって実はまだそんなになくて、でポイントはですね国内メーカーなのに比較的手頃なまず価格なんですよね。でこの、サディオロック2のいわゆるこれがまあ本体になりますけれども、これは本体カラーがね5色選べます。で価格はですね1万3200円と手頃ですよね。でこれで家族全員のスマホで鍵が開くようになります。で、こちらはですねロックキー、つまりスマホがなくても開くわけですよ。これを使うと例えばおじいちゃんとかおばあちゃんがスマホ使うの嫌だっていう、 もちろんねこれ今までの鍵でも開くんですよ。普通のねこう挿して回す鍵でも開くんですけれども、それを使わなくてもこれがあればピッと押せばね開きます。で、こちらがですねこれハブですね。こちらはですねサディオロックハブ2という製品なんですけれども、これをこのサディオロックと電波が届く場所に、セットしておくとですね遠隔地からの解除状態の確認とかね、閉め忘れた場合に例えば旅行先で気になった時に閉められるみたいなことも利用できるようになります。はい、でこちらのですねサディオロックキーが3300円ですね。でこちらの、ロックハブ2が4950円、別売になってます。もちろんね、使わなくても大丈夫ですし、使ったらねより便利ですけども、用途に合わせて数を増やすこともできます。例えばまあこれは1個あれば普通いいですけども、こちらのね、サディオロックは例えばおじいちゃん用とおばあちゃん用で2台用意するとか、自分もねスマホ忘れた時用にキーホルダーにつけておくために3台用意するみたいなこともできます。全部で20台まで、もちろんスマホで合わせて要するに20ユーザーまで使えます。今ですねサディオロック2のですね本体部分を中箱から出してみましたけれども、もちろんね日本メーカーらしく日本語のねアプリのガイドと、それから取り付けとかね本体の使い方もきちんと日本語のマニュアルがついているので安心して利用できると思います。でこちらが本体、いわゆる本体になるんですけれども、これが要するに今までここに鍵があったところにこれをつけてこれで回すようになるわけですね。でただし鍵の高さを合わせなきゃいけないので、このアダプターを使って高さ調節ができるようになります。これをですねこのアダプターを使ってこのように高さの調節ができます。こちらはねもうちょっと低いバージョンですね。はい、このように高さの調節が可能になってます。さらにこれがですねこれもね厚みがあるんですけど、こちらがですね要するに今ある鍵のこう回る鍵のここにねこっち側からついて、これで鍵を回すわけですよ。こちらも幅とかね、違うものがあるので最適なものを利用します。後でね実際取り付けてみますので、そこはねご確認いただければと思います。でこちら電池がですねこれ2本リチウム電池 CR123A が最初から入ってますけれども、これ2本で約6ヶ月使えます。1日10回の施錠ね、鍵開けたり閉めたり1日10回で6ヶ月、だから20回やるお家だったら3ヶ月になるし、まあ、1日ね5回ぐらいだったらまあ1年ぐらい使えるのではないかなと思います。まあ約6ヶ月とこういう形十分ですね。6ヶ月間に1回電池を交換すればいいと。はい、でこちらが、取り付けるためのね、両面テープになってます。これね2回分入ってるので、もしね取り付けミスがあっても安心して、再度試すことができます。でまあ両面テープなんで強力な両面テープを買ってくればこれ使い切っちゃってもねまた使えると思います。でこちらがこれも後で紹介しますがセンサーですね、これもついています。でさらにこれ NFC のタグです。このタグを使うとスマホをピッと当てて
解錠することもできます。タグ使わないでアプリでもちろんやってもいいんですが、面倒な方はタグを使ってもいいと思います。まあこれはね、使っても使わなくてもどちらでもいいと思います。それでは取り付け前にまず電池をね入れていきます。ここのカバーはこうちょっとスライドすると外れます。で実際はこの電池の入れ替え作業を、まあ、半年後の約ね半年後にまたやることになりますけれども、今はね最初の電池を入れをいたします。はい、このように開きます。今最初についてる電池は2本なんですね。でこれ2本でももちろん使えるわけですけれども、4本入れられるんですよ。サイド A とサイド B があって、で推奨は4本、でも今回はまあ2本でやりますけれども、まあ、セットしてよかったらですね電池も2本買ってきて4本でね使ってみたいなと思います。まあ、電池を入れる作業は普通と一緒なので特にね迷う必要もなくできると思います。はい、はい、これでランプがつきましたね、電池がちゃんとセットできたことが分かります。はい、これでセットは済みました。でいよいよですね、でこれを僕の事務所にこれから取り付けてみたいと思います。取り付け方法はここに書いてあるので、早速ではですね取り付けていきたいと思います。はい、今回僕のですね事務所のこの鍵をですねここに取り付けてみます。これかなり細めなんで、ここがね細い、これでまあバッチリですね、いいのではないかなと思います。でここにこれをねまずつけます。はい、こんな感じでつきました。でまあ縦に、今縦になっているので縦にしてます。これで合わせてみます。あ、もうこれでね僕の事務所の場合高さちょうどいいです。でもしこれがもっと厚みがあったりする場合には、さっきのねスペーサーをこういう形でスペーサーをつけて高さの調節もできるわけです。スペーサー今回つけてもいいんですけど、つけなくてバッチリなんで全然ね大丈夫かなと思います。うん、こんな感じでねいくので、はい、これで大丈夫です。今回はじゃあこれでつけます。両面テープでこれから貼るんですが、まあ当たり前ですけどこれねアルコールで脱脂した方がつきがいいので、ここと、それからキーの側もねちょっとアルコールで、ちょっとこの辺ついちゃったけど脱脂します。でこのアルコールが乾いたらすぐね、蒸発して乾きますので、乾いたらはい取り付けます。うまくつきました。ギュッとつけて剥がします。剥がしました。ここでねちょっと丁寧に作業しないと回らなくなってしまうといけないので、きちんとね合わせる形で軽く止めて位置が合ってるかどうか見て、まあ、ギュッと止めればいいと思うんですけど、はい、これで大丈夫そうですね。はい、しっかりと止まりました。はい、これで取り付けは OK だと思います。はい、今ですね戸を閉めて戸の内側に僕はやってきました。ここにですねドアの閉会用のマグネットのセンサーですね、これも両面テープで取り付けました。これで基本的な取り付けは完了なので、アプリでね登録をしていきます。今回は iPhone にアプリをインストールしてユーザー登録を済ませました。ここからですね、このねロックと接続していきます。接続するをタップします。はい、でロックに名前をつけてくださいということなので、ここにですね、まあ、今回は戸田という名前をつけました。で登録をします。はい、でペアリングですね。はい、それではですね解錠位置を登録するという機能があるので、これ登録します。施錠位置ですね。続いて、はい、これで施錠できたので施錠位置を登録します。お、今ね開けましたね。もうテストしてますね。はい、で完了です。これね、解施錠位置がうまくいかない場合は、まあ、再設定もできるのでね、うまくいかなければまた設定すればいいと思います。でソフトウェアのアップデートをこの後進みます。止まったら、はい、今ですね更新も終了しました。この状態で鍵をかけてみます。あ、閉まってるって出ますね。お利口ですね。じゃあ開けてみます。はい、でまた閉めてみましょう。はい、使い勝手いいですね。まずはこれでできるんですが、はい、続いてですねまずリモコンキーをね、追加していきたいと思います。合鍵いろいろこの後もね追加していきますけど、まずリモコンキーを登録するします。はい、リモコンキーを設定するという画面があるので、こちらで設定ですね。でこのリモコンキーの、はい、スイッチを直します。5秒間、はい、直しました。
画面が切り替わりましたね。でペアリングするんですね。ペアリングで登録ですね。登録する。リモコンの名前はではリモコン1としておきます。で登録しました。はい、閉じると。ではちょっとこのリモコンでね、開くかどうか試してみましょう。まず今は開いてるのかな。じゃあ閉めてみます。お、お利口ですね。では開けてみます。 OK ですね。続いてではファミリーキーを登録してみます。はい、メールアドレスを入れて合鍵を作ってもらいますね。今うちの会社のメンバーにメールを送ります。今ですね、2台目ですね。これ僕のスマホなんですが、これうちのメンバーの吉成さんのスマホでも鍵を設定しましたので、こちらでもね、鍵をこう、はい、閉めたり開けることができるようになりました。続いてですね、普通に今開けることができるようになったので、オートロックの設定をしたいと思います。こちらですね、オートロック。はい、タイマーにしますね。今回はタイマー、3分間経ったらとか5分間経ったらってできるんですけれども、ちょっとですね、まあ、撮影用にね10秒で設定してしたいと思います。はい、設定します。これはロックが解除されてから自動的に、鍵がかかるわけですね。でちょっとドアをロックを開けてみましょう。はい、もう自動で閉まりました。もう一回開けてみますね。はい、開けました。これで10秒経ったら自動的にロック、つまり部屋から出た、家から出たら10秒後には勝手に鍵が閉まる設定です。もちろんこれ10秒じゃ使い勝手が悪いのですが、撮影用にね10秒にしてるだけなので、時間が来たらね、はい、閉まりました。はい、使いやすい時間に設定すればいいと思います。もう一つ、オートロックをこれドアの開閉を検知で設定してみます。はい、はい、で今ですね、ドアを閉じてる状態を記憶します。はい、でドアを半開きにします。はい、はい、でオートロックの時間は0秒から60秒まで設定できますが、ちょっと撮影用にね0秒にしてみたいと思います。はい、これでドアが、はい、自動で閉めることができました。はい、リモート操作ですね、こちらも設定をしております。はい、ハブをね、取り付け完了しました。はい、ではこの状態でいろいろ設定が済んだので、2週間ほど使ってみてですね、また感想をお届けしたいと思います。さて、あれからですね約2週間経ちました。サディオロックをですね、2週間の間僕を含めてメンバーが使ってきたんですけれども、この間ね1回も誤動作はなかったです。例えば来たのに開かないとかね、逆に閉めてないのに閉まっちゃった、もちろんオートで閉めてるのは閉まりますけど、閉めてないのに閉まっちゃったみたいなことは一度もありませんでした。快適に使えています。で、僕がですね感心した機能をちょっと紹介したいんですが、このハンズフリー機能なんですけれども、これをオンにしとくじゃないですか。でこの間もね僕出かけたんですが、出かけて帰ってくるとちょっと一瞬しか出なかったんでスクショを撮ってないんですが、通知来るんですよ、エリアの近づきました。でここの前に来ると、もうアプリを解除しなくてもスマホ持ってるだけで鍵開くんですね。これがね非常に便利、特に荷物がある時とかもいちいち鍵開けなくていい。でね、よくね、例えば雨の暗い日とかに限ってさ、吉成さん帰ってきた時カバンの中で鍵見つかんなくて泣きそうになることとかない？あるよね、結構ね。そんな時ももうね、鍵何もしないでただ開けるだけで OK っていうのは非常に便利でした。であとね、僕よく使ってるアップルウォッチでも開けることできますし、 IC タグつけておけばそこにねスマホ近づけただけで開けることもできます。はい、これからですね実際使ってみたうちの会社のね、メンバーにいろいろ話を聞いていきたいんですが、いつも動画に出ていない、井上さんっていうね、メンバーがいまして、彼女はね主に事務とか経理を担当してるんですが、使ってみてどうでした？そうですね、毎日何回も開け閉めしてるよね。はい、はい、私はスマホを使わないので鍵で開け閉めして出てるんですけれども、帰る時とか閉め忘れがないのでいいと思います。あ、井上さんはねスマホがあまり好きじゃないので、うちの会社としても別にスマホを強制してるわけではないので、リアルな鍵で普通に使ってると。はい、で帰る時とかにオートロックが効くので閉め忘れがなくて安心だと。はい、あ、なるほど。続
続いてはですね、顔出し OK な藤原くんにね、感想を聞いてみたいと思います。藤原くんはね、週にまあ何回か会社に来る感じなんで、基本はテレワークなんですけれども、撮影の時とかにね、来てくれたんですけれども、そういう意味でどうでした？そうですね、たまにしか来ないので、鍵を忘れないかなって不安な時があるんですけど、スマホはもう絶対に忘れないので、スマホで開くっていうのはすごい楽だなと思います。まあ、僕らの仕事って急遽ね、土日に撮影とかっていう可能性もあったり、うん、土日の夜にイベントとか ね、 そうですね、そういう時にいつも開けてるメンバーがいなくても開くのは安心って感じかな、ね、はい、はい、以上サディオロックをですね、約2週間使ってみて、まあ僕だけではなくて会社のねドアにつけたので、使っている皆さんの感想を含めてお届けしましたけれども、満足度は非常に高かったですね。僕だけではなくて使っているみんなの満足度もかなり高いので、これはね導入してよかったなと思っています。でこの2週間の間、全員の声を聞いても1回もやっぱりエラーとかないんですよ。そこもね、安心ができるなと思いました。でこれから先ずっと使い続けると、数ヶ月後には電池がね切れてくると思うんですが、そこもねアプリで残量確認できるので安心だなと思いました。実際使ってみてサディオロックおすすめだなと思いました。皆さんにもおすすめいたします。